対した方がいいと思います。考察の話、え、なに考察の、さっきの神学園の進学ちょっと入って進学が入ってね、いや、まず進学で神が折れってことやねデフィンがゴッドとデフィニズムと言ってデフィン教俺で祭司で、あれですね、神で司祭で神で、いやでもそういうのがね最近になってやっぱりそういう風なあの本科学史だね、科学史とか科学哲学っていうのの研究がちゃんとあって、あって今活発にやられてるから、はいはい、やられてるから、うん、その大学院出身博士も、うん、日本人がちゃんとその西洋の中で出てきたギリシャの哲学者っていうのが西洋直系の科学思想だとヨーロッパやアメリカの人たちが信じているだけでそうではないっていうのが分かってきてたりとかするんで、まあなんかね、いや、まあ、勉強すると面白いよ。面白い。それもしろどこで学べるの？あの日本とかだと科学哲学ってまず作ってもうなんか本もあるよ。科学哲学の本とかって言ったら、うん、いくつか本出てくるよ。科学史とか生物学史とか生物学の哲学とか、だからニュートンとかって神様信じきってるから万有引力発見するみたいなね。だって引力おかしいやん、物と物と引き合ってんねんで。じゃあ自分がさ、なんかさ自分の脳みそとさデフィンさんの脳みそ引き合えたりできるのとかおかしいでしょ。デフィンさんの感覚がさ僕の頭の血流とか感知できるの、もし物と物が引き合ってたらね、うん、だけどニュートンは神様が僕を愛しているとするならば、うん、神様の愛は僕のところに届かないといけないから、うん、空間をぶち抜いて影響を与える何かの影響力がこの世にあるはずだと信じて、で鬼のように考えて、そうで鬼のように考えて重力があるっていうところに至って、もう周りから君とんでもだよそれと、うん、それってテレパシーもサイコキネシスも可能になっちゃうよそんな重力とかあったら。でもただニュートンはちゃんと計算を計算して、いやそこまでの力はない、うん、でもその時代だったら受け入れられないよね、うん、そうっていう、でそうその知的なプロセスっていうのはそういうのがあったりとかして、うん、したりするの。そうですから、ね、そういうのは、うん、そう神学とかやると面白いよ。だから面白いっていうか、あの普通にイスラム系のガチで神学やってる人は神様がいないってことを完全に論理的にね、あの今君が一人の男になったとするならば、で君は神、いや君がもし全知全能の神ならば今すぐ一人の男になってみろっていう質問をして、分かった、私は神だから一人の男になってみせる、ブーンってなったとするでしょ。お前本当に一人の男になったんやな。そうだ、いやでも神様だから元の神様に戻った瞬間に、あれ一人のただの男になるの失敗してるから全知全能じゃないんだってなるでしょ。だから全部全てそう議論、そう、その思想の議論がある、っていうことなので、うん、神様は存在しないっていうのを証明した後に、昔のイスラムでも昔のトマス・アキナスとかも、だからやっぱり俺らの理解できない存在だから神様がすごいってなってる。そうなる。で多分デニーさんはそうでしょ。そのいろいろデニーさんは多分神学の影響を受けてて、神学の教育を受けてる人は、だから哲学っていうのは神学よりレベルの低いものなのよ、うん、神学は、哲学は神学の端ためなのよ。あ、いろいろ言ってるでしょ。あ、神様いないって完全証明したでしょ。ってことは、人間の脳みそごときでは、人間の君たち哲学者の脳みそごときでは、神の存在を証明できないぐらい神様すごいんやで、とかっていう、そういう世界観で生きてるけど、僕らはその世界観にいないから。でしょ？ですから、あの俺多分1年生の時に授業、この教科書に書いてることを自分で読んで暗記して勉強して、その学習到達度、あの到達目標とかですね、その目標とか自分でできるんだったら俺はこの人いっぱい話せるよ、うん、でもそれはできないから、なので、まあただ俺の授業とか、例えば生物学の授業、僕普通にあれです、あのレアハウス仮説でご存知ですか、早稲田大学の、はい、要するにあの地球してるような授業で言ったら、レアアースって要するに今地球の全ての条件があまりにも、はい、あの偶然すぎて、要するに生命体進化するためのすごくご都合すぎるという、ただ神様いるとかそういう感じじゃなくて、
ただあと例えば3番目の惑星としてとか、とか放射能の量とか温暖化とかって、あれワシントン大学のピーター・ワードと古生物学者が出した本ですね、はいはい、それもありますし、はい、あと地球は、月はどうやってできたとかね、はいはいはい、要するに地球と月は実は構成2つ のシステムのバイナリープラネットに なってるとかね、他の惑星だったら惑星が1個あって、周りにこう衛星が回ると。でも月はただの惑星じゃなくて2つのただの衛星じゃなくて2つのでっかい惑星ぐるぐる互いにこう回り合ってると。でその結果隕石が落ちるのが少なくなって大量絶滅がこの長い歴史の中5回しかないとか、そう話したことあるよね、授業で。デビンさんがなんで科学をこういうのより好きかっていうと、やっぱりねインドネシアのあたりでの科学の一番立ち位置とか、ご自身が若かった時の科学の立ち位置と世界における真実と周りの人が話してる内容とのギャップにいろいろ思うところがあったんでしょ。そうです、そうです、そうですね。だから貧乏やし、僕はなんで貧乏だよ、なんで神様がそうとか、そう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 いうモチベーション、俺勉強したいのになんで、例えば古生物やりたいのになんで N 世古生物、後々あったって知らなかっただけで、なんでその分野がないんだよ、なんで給料はイノリサに見つかってないんだよ、恐竜イノリサに見つかってないんだよとか、そういうのがあったんだと思いますよ、はい、なんで日本だけにゴジラがいるんだよ、ね、そう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 、和歌山に生まれたら和歌山で、うん、なんかね、うん、おばあちゃんなんで弘法大師にさこうやって お経をあげてるやろ、毎日言ってるでしょ、何でしょ、多分何だってね、何ですね、はい、もう上海の留学生ってお前の人知らないか、あ、一緒にバレーしました、おお、なんか今日なんか一緒に運動したら送別会に来てよとかと話なかったの？え、送別会呼ばれてないです。ああ、そっか。あ、いいんですか送別会？ある学食でやるんよ。5時から。でも分からないどういった仕組み。ただ俺は副室だから行かないな。お願いしたい。まあそしたら留学すればいいんだ。上海も行ってあれも行って。確かにね。スパ先生特にも来年かさらに行けるかも。でさ、ヘラブナをさ、サンプルどうしようかって言ってヘラブナのサンプルだったのさ。そうだったら、うちだで、あ、だからお子さんが。